喧嘩もしましたけど昔はね。最近はねあれなんですよ、ハガちゃんとか六道の子好きって時から後輩結構増えたんです。危機感を感じるんです。あの子すんげえくっついてきますからとかマジで、まずどっちかが卒業とかなった時に想像がつかなすぎてどうしようって今思います。もうすでにいいと頑張ろうね。取らないでくださいよ。バレちゃうじゃない、バレちゃうじゃないですか。だってやばい、まーちゃんと禁断のなわけあるかい。ルーはね、まーちゃんと双子なの。だからね、ルーはまーちゃんのものだからあげませんよ。似てないけど、声も似てないけど双子なの。くどーちゃん、え、もう何や、まーちゃん、あ、ごめんなさい、ここね、ここここね、ここおはようさまーす、さゆみん。何それ、おはようさゆみん。作った、おはようさゆみん、全然上手くないし、あ、そうか、何もかかってないし、知らん曲いっぱいあって、知らん曲ってごめん、知らん曲いっぱいあって、あ、ほんと、ほんと、あの、グループに分かれてるやつが、カプリングが分かんない、そうウルフボーイ、それもそう、知らん、でもあれ興奮した。できちゃいましたよ。はい、ありがとうございます。大丈夫？いけるの？じゃあ、はい、自己紹介お願いいたします。はい、モーニング娘。実機メンバーの一番大好きな食べ物は引っ越しそば。佐藤真希です。よろしくお願いします。そばでいいんじゃない？お分かりの通り取り扱い注意なのですごい心配なんですけど大丈夫ですかね。大丈夫じゃない。私ほぼ10年ぐらい佐藤より先輩だったんですけど、同じ現役で一緒にやってた時も、もうなんか普通にもう大嫌いとか普通に言われるんですよ、マジで。どういう意味があって、だからもう本当昔で言う辻さんだと思います。大嫌いはない、大嫌いは言われたことないな、陰で言われてたかもしれないいや、この間あのまーちゃん私の楽屋にいきなり入ってきて、バーって入ってきて、あ、間違えましたって言いながらずっとその場にいるんですよ怖いの、怖いのよ、本当に。マジ30分ぐらいいたの、うちの楽屋に間違えましたの後ずっと怖くない？現役のみんなはミニモニは知ってますか？指輪があったり、はい、あとポケットティッシュいつも持っていってます。ミニモニ荒稼ぎ、でも絶対そう、すごい先輩だから楽屋ってちゃんと挨拶しなさい誰も30分じゃもうそんな居座っちゃいけないんだから、はい、帽子の確認の角度を決めてましたこっちもいいかな恥ずかしいことをバラすなやめろ、帽子の角度とか。はい、それでは早速、ではです、早速、okay. あのミニモニあの結成からですね、歴史を見てみましょう。 VTR スタート。衝撃的でした衝撃的な公演でしたびっくりしました。私、佐藤さんがあのハーフアップにしたいと言ったので、あの本格してあげたんですね。ストックなくなるさ、いや、何がだよいや、ハーフアップがちょっと恥ずかしい取られたと思って。まあ、生田さん、もう、衝撃的なライブでした。まあ、こうやってるじゃん、ストックばっ、そんな顔してる、取った取った、いや、違う、もうしかも、まさきがめっちゃ歌ってんのに取ったトントン、衝撃的マイク、マイク乗るストックばっくばさせない、
はい、ここに立っててください。え、立たなきゃダメってこと？はい、まさもう大丈夫ですか？いい？よ、よーい、スタート！いきますよ。持ち帰ってください。うまいうまい。ちゃきちゃん、よーい、スタート！食べ物嘘いや、嘘って本音本音。お肉あぶ耳かきー帽子え嘘でまさきちゃんモノマネ、あのね、モドボケの趣旨間違ってる。アイスクリームまーちゃんも先生あと竹内あったり次は欲しい欲しいなんで先生に憧れるの、まあ、先生って呼ばれることがいいことではないんだろすべてが可愛いよ可愛いよ竹内あったり突然ですか好きなほうきは何ですかはいこれです。実はこれ魔法のほうきなんです。どれどれ試しに履いてみよう。おみるみる服が綺麗になってくる。まあそれはどのほうきを使っても一緒なんだけど、はい、最大のポイントはこの緑のボタン。ポチッあ、ポチッあ、あゆみの隣がウケる。ウケる。なんでこれ笑えるんですけど。はっ？てか、なんでもさ、まじゃあ、かなあゆみに怒らなきゃいけないの？そうじゃなくて、あゆみに怒られることによって掃除しなきゃって思えるじゃないですか。笑える、ウケる。トラ食べるって笑えるんですけど、マジ？もちろんじゃなきゃ最初から魔法のほうきなんて言いません。よし、じゃなきゃ最初から魔法のほうきなんて言いません。ん？じゃあ間違った。魔法のほうき私の笑ってねあはそういえばさっき生田さんにわけわかんない魔法かけられたんだこのほうき。はじゃあ買ってくんないじゃん。誰も笑えないんですけど。ウケる。これで誰も欲しがらないからこの番組終わった。もうやだもうやだね、やです。もう工藤帰りたいです。え、だから FH だったんですよ最後。ごめんね。え、嘘だすみません。落ち着けたと。落ち着く。私あの何週間前からか声がおかしいんですけど、歌える自分ってすごい幸せなことなんだなとか、エヴァンの皆さんの笑顔がいっぱい見れてすごい幸せなことなんだなって今すごい実感してるんですよ。でも出し切ったね、全部。すごく楽しかったっていうのをお伝えし、言葉じゃなくて写真から伝わればいいなと思いますので、ぜひ見てください。以上、佐藤関でした。さようなら。